米競売会社ゴールディンが25日、公式 X を更新。ドジャースの大谷翔平投手、30、が大リーグ史上初の、50から50、50本類打50盗塁、を達成した際の50号の落札者について言及した。23日に行われたオークションで、大屋の50号記念級は入札額が439万2000ドル。 約6億6732万円。隣落札が決定したものの、落札者については明かされていなかった。投稿された動画で、同社のケンゴールディン代表は、落札したのは、野球と大谷翔平を愛する台湾にある企業、だと発表。実は台湾でもグッズが爆売れするなど老若男女から抜群の知名度を誇る大谷。 具体的な名前は今のところ明かさなかったが、身元はワールドシリーズ WS 終了後に彼ら、落札者がゴールディー社を訪れる際に明らかになる、とし、続報をお楽しみにと呼びかけた。また複数の日本人も入札していたが、日本にはボールの獲得に非常に熱心な方々がいましたが、彼らは競り負けましたと説明。 ちなみに本オークションには4カ国が参加したという。この競売にはファッション通販サイトを運営するロコンドの田中雄介社長や M&A を手掛ける株式会社系通、愛知県名古屋市も参加。田中社長は自身の X で予算の350万ドル、手数料込みで420万ドルイコール6、4億円を上回ったので、 すいません。私はここでギブアップでと落札できなかったと報告していた。23日のオークション終了後の同社の公式 X では、大谷翔平55を記念級最終販売価格、439万2000ドル、とし、あらゆるスポーツのあらゆるボールにおける最高額、と伝えられていた。ESPN などによると、 これまでの野球ボール最高額は1999年に当時カージナルスに所属していたマーク・マグワイア氏が放った75本塁打のボールで約305万ドル、当時のレートで約4億4千万円だった。